皆さんごきげんよう、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。このチャンネルでは、主に技術面から兵器の解説をしているよ。前回の解説の中で、月刊 CIC の記事をいくつか紹介したよね。ああ、あれなかなか興味深かったよな。実はあの後、他の号も見つけたんだよ。あるんじゃないかと思ってたら、やっぱりあったんだな。そうだよ。多分これで、全号揃っているんじゃないかな。1944年7月号から、1945年12月号まで発行されていたのか。全部確認したけどね。これがやっぱり、ミリオタにはたまらない記事だらけなんだよ。これは気になるな。どんな記事があったんだよ。今回から、各号の記事をピックアップして紹介していくよ。ちなみに誰でも読めるようになっているから、概要欄にリンクを貼っておくね。みんなも予習しておいてくれよな。これが第1号みたいだよ。前書きに、レーダーと電子機器の適切な使用で、敵より優位にあるとか、レーダーと通信がこの戦争の重要な部分とか、書いてあるね。CIC 関係者に最新の戦術や戦訓を共有するため出版したとか書いてあるな。最初の記事がこれだよ。ウィンドウについての記事だね。レーダー撹乱用の細長く切ったアルミ箔だな。日本では、電炭欺瞞紙と呼ばれていたみたいだね。これをばらまかれた時の、SG レーダーの PPI スコープと、A スコープの画面だよ。PPI スコープにも A スコープにも、かなりの反応があるんだな。でもよく見ると、デッキとウィンドウの違いがわかるようだね。なるほど、反応に違いがあるみたいだな。とんでもない量のウィンドウをばらまかれるならともかく、少ない量だったら、あまり効果はなかったのかもしれないね。中途半端な量をばらまいても、レーダー種の目はごまかせないというのか。ここからは、CIC での戦闘機の指揮の様子だよ。時系列で解説してあるんだな。まずは、ブロッキングボードの役割だね。敵の攻撃から機動部隊を守るための必要な行動を取るため、正確な戦闘の状況を書き込んでいくということだよ。これはレーダー種が、早期警戒レーダーで未確認機を探知したことを、CIC に報告しているところだよ。最初は A スコープの方が、反応するんだよな。この後 PPI スコープからの方向や、位置情報などを CIC に伝えるんだね。そして戦闘機指揮官が、迎撃の指示を出して機動部隊の司令官に情報を伝えるよ。同時に敵の通信を傍受した情報なんかも伝えられるよ。どんどん情報が入ってきて、敵の脅威が高まると、戦闘態勢に入って、全力で対処するよ。戦闘機指揮官は、レッドとブルーの各小隊を出撃させて、それぞれ異なる空域に待機させるよ。レッドが艦隊中心から20マイル離れた高度2万、5000フィートで、ブルーが艦隊上空高度1万フィートに待機するんだな。レッドが敵の攻撃を迎撃して、ブルーが艦隊上空を守るんだね。これはレーダーからの情報を得て、味方機が敵に向かっていくところを書き込んでいるよ。これは CIC にある PPI スコープを除いて、敵に向かう味方機を確認しているところだな。内側が味方機で、外側が敵機だよ。敵機と味方機の形が違うのは、IFF 信号を受信しているからだろうね。味方機からの IFF 信号を受信すると、レーダースコープ上に反映されるんだよな。ブロッキングボード上の敵機と味方機が近づくと、迎撃指揮官が敵の方向を伝えるよ。この場合は、11時30分の方向だな。こうして敵雷撃機は、撃墜されたというわけだね。これは港湾内の水中や水上に設置された、その部位や水中マイクについての記事だよ。それって、潜水艦を警戒してるのか。水上艦と潜水艦の両方みたいだけど、主に潜水艦を警戒していたよ。潜水艦というより潜水艇の方だろうけどね。これが設置されるようになったのは、日本海軍の真珠湾攻撃の時、特殊潜航艇が湾内に侵入したことが、きっかけみたいだね。あれはやっぱり脅威に感じていたんだな。密かに湾内に侵入されて艦船を破壊される恐れとか、特殊部隊が上陸する恐れもあるからね。イギリスの小型潜航艇 X 艇が、そんな目的で使われていたよな。
実際、ドイツのティルピッツや、従順高尾が爆薬を仕掛けられて損傷しているね。まずは、その部位だよ。水に浮かべて水中の音を探知する装置だな。この当時、すでに実用化されていたんだね。有効な探知距離は1000ヤードで、その部位からの電波は、12から15マイルで受信できたみたいだよ。軽くて手軽に扱えるから、最初に設置されていたらしいね。次はケーブルで繋がった、水中マイクだよ。海底に設置して、音を探知するんだな。これはその後、大規模に設置されていたんだよな。冷戦時代には、相当な距離の水中マイク網が、張り巡らされていたみたいだね。一旦設置すると、ほとんど気を使う必要がなくて、信頼性も高かったみたいだよ。次は、磁気探知ループだよ。これは湾の入り口にループ状の電線を設置しておいて、艦船が通過した時発生する磁気を感知する装置だよ。これは適切に設置すると、非常に感度が高かったみたいだね。ちなみにシドニー湾に侵入した日本の特殊潜航艇が、これに探知されたみたいだよ。あのシドニー湾攻撃をやった特殊潜航艇が、探知されていたのか。主要な港湾の入り口には、磁気探知ループが設置されていたみたいだね。次は、ヘラルドという装置だよ。これは海底に設置して、侵入してきた潜水艇の位置と距離が探知できるよ。音波探知機のようなものか？アクティブソナーのようなものだね。一番貴重な装置だったらしいよ。この記事によると、アレキサンドリア港攻撃に侵入してきた、敵の潜水艇を探知したそうだよ。それって、イタリア海軍の魚雷型潜水艇が、イギリス戦艦2隻に爆薬を仕掛けて大破着艇させたという、あの攻撃だよな。あの攻撃でも、探知はされていたんだね。とにかくあらゆる方法で、港湾内に侵入してくる潜水艇を探知しようとしていたんだな。これは、夜間戦闘機による戦闘記録だよ。ある日の日本機による攻撃を迎撃した時の戦闘の様子だけど、これがとても詳細な記録で、その時の臨場感まで伝わってくるんだよ。これはかなり生々しい記録だな。マーシャル諸島のエニウェトク環礁にある基地での記録みたいだね。1944年4月14日、0013、距離83ノーティカルマイル、1235度に、レーダーが未確認機を捕捉。同時刻、VMF532 の夜間戦闘機 P10 が、高度1万フィートでパトロールしていたよ。直ちに高度2万フィート方位240度を指示され、基地から40マイルの地点で、未確認機が来るのを待ったよ。さらに7機の未確認機が、220度と320度の間に探知されたよ。そして4機の夜間戦闘機が緊急出動したよ。P10 は、0034に最初の未確認機を捕捉、敵味方の確認を求めたよ。そして射撃の命令が下ったよ。次に P10 機から連絡が入るよ。その内容は、ウィンドシールドがオイルで覆われてしまった、というものだよ。これはつまり、返り討ちにあったということだな。どうやらそうみたいだよ。そして高度4000フィート、距離21マイル、205度の位置で、緊急脱出したよ。その後、駆逐艦に救出されているみたいだね。ちゃんと救出されるんだよな。救助体制が整っているんだね。この時 P10 が攻撃した敵機は、さらに接近して何かを投下した後、15マイルの位置から反転して、240度の方向に飛んでいって、38マイルの距離で、レーダーから消えたみたいだよ。この敵機に対して、撃墜見込みの功績を与えたとあるよ。タイトルの撃墜見込みというのは、敵が味方を撃墜見込みということなのか。ビブの銃座から撃たれてしまったんだろうね。皮肉と火事会の意味を込めて、こんな表現をしているのか？油断しちゃダメだってことかもね。この時までに PPI スコープには、少なくとも50の不明物が180度の範囲で、確認されたようだよ。敵が投下する何かのおかげで、間違った接触が起きて、迎撃を難しくしていたみたいだよ。これは日本機が電探疑問士以外にも、レーダーを撹乱する目的で、何かを投下していたということなのか。電探疑問士だったらウィンドウだけど、ギズモといういわゆる不明物で呼ばれているから。別のものを投下してレーダーを撹乱していたみたいだけど、ちょっとはっきりわからないんだよ。これは気になるよな。ウィンドウとは区別されているみたいだしね。ちなみに日本軍はチャフチャイルドという、
人型のデコイみたいなものをレーダー撹乱に使っていたらしいけど、これもはっきりしたことは不明なんだよ。こんな金属板をパラシュート投下したら、レーダーを長時間撹乱できそうな気がするな。これに関して知っている人がいたら、コメント欄で教えてね。続いて P18 が、何かを投下する未確認機を確認しているよ。そして0111に P7 機が、ベティを撃墜しているよ。ベティ？一式陸攻のことだな。この時の距離が12マイル、1270度、高度2万、2000フィートだったよ。さらに0122に、P2 が撃墜したことを、地上観測者によって確認されているよ。この時までに、PPI スコープ上200くらいの不明物が映っていて、迎撃を困難にしていたみたいだよ。そんなにばらまいたのか。0135には敵2機が接近してきて、対空砲火を開始したよ。この時の被害は軽微で済んで、数時間後には復旧できたみたいだよ。あと、2万ヤードに潜水艦を探知して、155ミリ砲で砲撃しているよ。それから迎撃機の管制中に、未確認の通信が聞こえたらしいよ。どうやら日本軍が無線を傍受して、敵を回避していたみたいだよ。0200過ぎには、P21 から機関信号の要求が来て信号を送ったけど、距離が遠くて感度が悪かったせいか、位置がわからなくなったみたいで、他の基地が探知した位置を、P18 経由で P21 に伝えていたけど、0400には燃料切れ寸前になって、メーデーを発信したのを、P18 が受信しているよ。さらに0410には、P18 も燃料切れで不時着しているみたいだよ。その後、他の機が P21 を呼び出しても、返事はなかったということだよ。これは夜間戦闘機1機が時期の位置を見失って行方不明。コンタクトを取っていたもう1機が、燃料切れで不時着したのか。レーダーでの航空管制がある程度できていたみたいだけど、やっぱり夜間、洋上を飛行するのはかなりのリスクがあったんだね。最後に結論として、日本軍のレーダー撹乱は効果があったとされているよ。でも夜間爆撃を無効にすることは可能であると結んでいるけどね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。次回は1944年8月号を解説するよ。これからも兵器の技術的な側面に焦点を当てた解説をする予定だよ。よかったらチャンネル登録よろしく。また次回も、ゆっくりしていってね。